今日はレオでランチです。今日は唐揚げ、柚子ソースと白身魚のフライですね。私はお肉の唐揚げにしました。こちらはきびご飯ですか。お肉ですね、同じでした。コーヒー来ました。そして今日はかぼちゃのケーキです。春の運動公園にやってきました。今日はここからスタートです。しばらくシャドウ歩きです。脈一王子神社まで歩いてきました。5マイル、まだ新しそうですね。大正8年。あの石道路はまっさらですね。今は使えないみたいですけど、長寿者手漕ぎポンプでした。感じです。本殿、ちょっと横隠れて横が分かりませんね。烏帽子山に行く峠ですよね。ここ行くと烏帽子山に登れそうです。脈一王子の変額がありました。長寿桜、まだ何も咲いてないですね。ビニールハウスの中を歩いていきます。こっちからここ、高知市の指定文化財、春野で最も大きいものだそうです。あの山の裾をぐるっと回って種町の方に行こうと思います。設計寺への看板が出ましたが、今回は種町の方へ行きます。はい、種町に到着しました。ここは駐車場とても広いんですよ。
本堂です。大師堂です。達観を地で行く種町ご住職徳さんのお遍路さん、しだれ赤松、樹齢200年だそうです。いやいや、すごいですね、これ。午前中は雨だったんですけど、だいぶ晴れてきて、烏帽子山も綺麗に見えるようになりました。こんな陸の中にボートが。春の運動公園まで戻ってきました。ここまでで2時間31分 10.39km。 今日は高低差 61m でした。まあちょっと今日は短かったですけど、雨上がりということなんで、まあこのぐらいでしょうかね。それではまた。あそこもサザンカがだいぶ散っちゃってますね。もう冬も終わりなんでしょうか。